皆さん、こんにちは。今日は日本の芸能人をご紹介したいと思います。デビュー前からアニメやゲームを好んでおり、現在は声優アーティストとして多彩なパフォーマンスをしています。この方は、葵翔太です。葵翔太は、1987年8月11日生まれ、福井県出身の声優、歌手、舞台俳優です。2006年7月26日、 ショータとしてシングル、願い星でキングレコードからメジャーデビューしました。2010年2月1日、芸名を龍垣昇に改名し、アニソン歌手、声優を目指して活動を再開しました。同年7月8日、ネオガールズフェスティバル T.O.Gather P.West へ出演した時、ウルトラプリズムの小池まさやから面白いねと、 言われ仲良くなり、その後、小池から株式会社 S の社長である佐藤博美を紹介してもらい、10月より株式会社 S に所属し、青井翔太として活動を始めます。また、佐久間久美や松井直子の下でレッスンを受けるなど、佐藤の勧めにより声優の勉強を始めました。2011年2月24日、ゲーム、 ブラックロビーニアで声優デビューしました。同年10月より放送のアニメ、君と僕では劇中歌を担当し、松下龍之介役でアニメデビューをしました。